カキフライ。菊池寛。記者が構図を出た頃、検索は食堂へ入っていった。寝るまでの中途半端の時間なので、客は14、15人もあちらのテーブルやこちらのテーブルに散在していた。大抵は2、3人連れでビールや日本酒を飲んでいた。検索は晩飯を食っていないので、ビフテキとチキンライスを注文した。検索はチキンライスを食ってしまってから、ふと気がついたのだが、検索が座っている席とは一番遠い端に、こちらへ背を向けて座っている女が、愛子に似ていることだ。肩の様子や襟筋や着物の好みが愛子を思い起こさずにはいられなかった。愛子とはもう5年以上会っていなかったし、彼女が商科大学での秀才と結婚したという以外は何も聞いていないのだが、しかし彼女の後ろ姿などはどんな場合にでも思い出せないことはなかった。その上、商科大学での秀才らしい男が彼女と差し向かいで食事をしていた。腰掛けているために背の高さはわからなかったが、立ち上がったらすらりとするに違いない上半身を持っていた。フォークの使い方などが十分はわからないが、愛子らしい手さばきだった。検索は愛子と一緒に何度も食事をした。だが、そんな場合、彼女ぐらいはにかみ屋はなかった。どんなにお腹が空いていても、検索の前では何一つ手をつけなかった。何品も取った料理に全然箸をつけない時があった。何かお上がりなさいよ。お腹が空くでしょ？いいえ。おかしいな。でも僕はお腹が空くから食べますよ。ええ、どうぞ。彼女は頑強に何も食べなかった。だがそのうちに彼女でもやっぱり食べる料理があるのに気がついた。それはカキフライだった。はにかみ屋の彼女もカキフライだけには手をつけた。私、カキは大好きよ。カキフライならいくらでもいただくわ。そう言ってご飯を食べずに彼女はカキフライを食べた。検索は彼女と一緒にレストランへ入るときは一番に聞いた。おい、カキフライはできるかね？そしてできると聞くと安心して入った。春が来て、牡蠣のない季節になると、検索は彼女と一緒に食事をするのに困った。だが、彼女は食事をしないことにちょっとも苦痛を感じないらしかった。ご飯の代わりに、彼女は絶えずデセールやチョコレートを食べていた。彼女と別れてからも、検索は牡蠣フライを見るごとに、彼女を思い出した。彼女がどこかできっとカキフライを食べているに違いないからだった。愛子らしい後ろ姿を見て、検索はすぐカキフライのことを思い出した。検索は立ち上がってそのそばへまで行って愛子かどうかを確かめる必要はなかった。確かめたところで、ただお互いに心を乱し合うだけだった。また、そのことで幸福らしい彼女の夫婦生活に少しの陰影でも投げることは嫌だった。やがて愛子らしい女は立ち上がった。背丈は愛子よりも少し高いように思った。だが顔は見せずじまいで主人の後ろに寄り添うて向こう側の出口から出て行ってしまった。検索はそれでいいと思った。結局、確かめないのがいいと思った。
愛子の客車と健作の乗っている客車とは食堂車で隔てられているから、ここで強いて確かめようとしない以上、確かめずに進めることを嬉しいと思った。だが、健作が勘定しようとしてボーイを呼ぶと、やってきたボーイは、さっき愛子らしい女のサービスをしていた一番背の高いボーイだった。健作は、勘定を払いながら聞かずにいられなかった。ねえ、今君が給仕していたご夫婦がいたね。ええ、いらっしゃいました。あの奥さんの方はカキフライを食べなかったかい？ええ、召し上がりましたよ。ご自分のを召し上がった上に旦那様の方のも召し上がりましたよ。検索の方に微笑みが思わず浮かんだ。そして彼は少し寂しかった。けれども愛子の幸福を喜んだ。